ジャン・ミッシェル・ジャールは、フランスの音楽家、シンセサイザー奏者、キーボーディスト。レーザーを使った演奏手法サンプラーや電子音などによる効果音を多用した独特の作風を持つ、フランスを代表するシンセサイザー奏者。幼少の頃より、対比法、ハーモニー、フーガといった音楽理論を学ぶ。父親は、アラビアのロレンスなどの映画音楽で知られる作曲家。 モーリス・ジャール。組曲形式で1枚のアルバムをなす作品が多い。1948年にフランスのリヨンで生まれる。パリ国立音楽学校を卒業後、規制の音楽の概念を超えて、日常生活に存在する、あらゆる音を含み込んでいこうという実験グループ、グループドゥル・シェルシュ・ミュージカールに参加。同時に、電子音楽への興味を持つ。さらに、自分の目指す音楽と、 インド、アフリカのピグミー、南米のアマゾンの民族音楽との間に共通性を発見。現代音楽のほとんどが抽象的なものばかりで、そこには真の芸術品が持つべき感情、繊細さが欠如していると感じ始め、その実験グループの音楽にも失望し去ることになり、自分のスタジオを作る。1976年、フランスディスクモータースより、 シンセサイザー音楽としての第一作、幻想惑星を発表。翌1977年、ポリドールインターナショナルが半権を獲得して、全世界に発表。その後総売上げ1000万枚、12枚のプラチナディスクを獲得した。1979年7月14日、コンコルド広場において100万人を動員した、野外コンサートを開催。 1981年10月、北京と上海で、欧米のミュージシャン初の中国コンサートを開催。ライブ録音されて、翌1982年に2枚組アルバム、コンサートインチャイナという題名でリリースされた。1980 1998年には、小室哲也と共にサッカーワールドカップ、フランス大会のテーマソング、トゥギャザー e r を発表。 パリサイでは100万人の監修の前で小室と共に、ランデブー98エレクトロニックナイトを開催した。2000年の大晦日から2001年元旦にかけては、沖縄で開かれた、ランデブーインスペース2001に小室とのユニット、ビジターズとして出演。小室が会長を務めた、香港のエンターテインメント会社、ローヤムエンターテインメントで、アドバイザーも務めた。現在、 ユネスコ親善大使に就任している。3度の離婚歴があり、2度目の妻は女優シャーロット・ランプリング。彼女と離婚後、イザベル・アジャーニと交際したが、2005年にフランスの女優アンヌ・パリローと結婚した。2010年11月に離婚を発表した。2019年5月、交際が伝えられていたコンディが4番目の妻となったと中国し、新教法が報じた。アルバム スペースランデブーに収録されている曲。ラストランデブーの副題である、ロン、エスピース、ロンの歌のロンとは、1986年1月28日に起こったチャレンジャー号爆発事故に遭遇した宇宙飛行士の一人であるロナルド・マクネーヤのこと。1985年夏に、ランデブーイン・ヒューストンへの参加と本作の制作を依頼されたジャン・ミッシェル・ジャールが、 NASA に見学に赴いたときにロンと知り合い、ロンがソプラノサックスを演奏することを知って同イベントでの共演を打診した。ロンは開拓したが同イベントが開催される前に事故が発生したため共演は実現しなかった。ジャン・ミッシェル・ジャールがデザインした家庭用音響、映像機器、当該人物の金表記は記述者あるいは記述時期によって異なっている。 ジャンミシェルジャール、ジャンミシェルジャール、ありがとうございます。